勇気や正義はヒーローが持っているものです。偶然にも今日のビデオに登場するワオテビの動物たちにもありました。優れた知性を持った動物がどんな状況にも素早く反応しました。今日のビデオではワオテレビが動物の凄さを引き続きご紹介いたします。スペインでピットブルが強盗を撃退したヒーローとして称えられています。この3人の男は財産を奪おうと公然と家に侵入しましたが、残念ながら恐怖を感じすぐに立ち去ってしまいました。大きなクマはここが自分の食べ物の夢を叶えてくれる場所だと考えていましたが、その考えをすぐに後悔しました。いたずら好きで攻撃的なチンパンジーを何回も見たことがあるかもしれませんが、これは動物の優しさについて考えを変える機会となるでしょう。動物は多くの場合適者生存の原則に従って行動していますが、たとえ同じ種でなくても喜んでお互いに助け合うことがあります。自分は無敵だと思っていた狼が羊を取ろうと突進してきた時、お友達にここのボスが誰であるかを教えられました。狼に残された唯一の選択肢は逃げることでした。カリフォルニアの人気のない道路で事件は起こりました。ほんの数秒の間に近くにいたおまわりさんが行動を起こし、うわあ、確かにどんな猫でもこの状況には負けないでしょう。この美しい海は閉じ込められた子供のイルカにとっては恐ろしい場所であったとは誰も思わないでしょう。それを最初に発見したヒーローはレイヤでした。犬の兄弟たちがお母さんの命令で家に入ることを拒否していることに気づいて、この猫は自分の手で問題を解決しました。泥棒は音を立てないよう細心の注意を払っていましたが、残念ながら最強の犬たちが飛び出していきました。逃げようとしましたが最終的に追い詰められました。この白鳥はご主人様をとても愛しているので、彼に触るものを全て敵だとみなします。こんなに頼まれても助けてくれる可愛いチームメイトを誰も拒めませんね。このビデオは涙を誘うものかもしれません。この女性の転換は3時間も続きましたが、
そばにいたのは犬だけでした。この少年の顔には不安の色がはっきりと浮かんでいました。この象は大きな体でありながら、ゴミがなくなるまで几帳面に全部片付け続けました。今日家の掃除をしましたか？野生のキツネは成功するまでターゲットを追いかけ続けます。しかしこの追跡は犬に阻まれました。キツネは頑固そうには見えますが、犬にはかないませんでした。出かけた後、この女性は鍵を忘れたことに気づきました。しかし鍵屋さんに頼む必要はありませんでした。何回かノックした後、賢い猫にドアを開けてもらいました。次は街中で起こった出来事です。怪我だけのヒーローに驚いて逃亡を余儀なくされました。激しい戦いにもかかわらず、犬は無事でした。母牛は自分の子供を守ろうと本能でイライラしていました。幸運なことに馬のおかげで間違いは起こりませんでした。台湾で過去25年間で一番強い地震が発生し、人々に悲しい一日を残しました。行方不明の人の捜索や救助のために活躍した犬もいます。こんな英雄のような犬たちに頭が下がるしかありません。このベビーシッターはこの子が安全なところから出ないよう常に気を配っていました。猫はその賢くさのおかげでトカゲを家の外におびき出すことができました。ダイバーにとって悪夢だと思えることの一つとして、海で悪名高い捕食者に出会うことがあります。しかし今回はクジラが現れ、サメから彼らを守り、水面まで連れて行ってくれました。トラックの運転手が門が開くのを待っているとき、どこかともなく不審な男がやってきました。彼の計画はちょうどその場にいた野良犬によって阻止されました。道路を走行中、運転手は停止を余儀なくされました。実はおまわりさんが指示してきたからです。おばあちゃんが渡り切った後、犬は歩道まで走って戻りました。この犬がいる限り、この場所はサメにはふさわしい場所ではありません。
要な時に喜んで助けてくれる人をあなたは何人しているでしょうか。いつもこの天使たちを大切にしてくださいね。これは少し特別な愛の物語です。メスの牛が別のところに引っ越さなければならないことを知った時、オスの牛はとても悲しみました。愛と忍耐の力でどこまでもトラックを追いかけることにしました。猿を決して軽く見てはいけません。すぐに後悔しますよ。悪いことをした人に対してとても攻撃的になりますよ。2匹のハンターが密かにその機会を待っていましたが、黒い白鳥が鳥を助けました。犬は野生の本能のおかげで人間よりも早く危険を察知できます。地震が来ることを察知し、すぐに飼い主に警告しました。この男性は携帯に気を取られていたため、すぐに反応できませんでした。犯人は車で逃走してしまいましたが、ペットに助けられました。武装した男たちが家に侵入しようとしましたが、戦利品を得ることはできませんでした。想像もしてない瞬間に犬が現れました。いたずら的な子犬にしつけが必要でしたが、子猫のキックは効果的でした。象による村の破壊を防ぐため、強い犬たちがガードマンとしての任務を果たしました。たとえ大型犬であっても、子猫に近づこうとすれば母猫にはかないません。ジャーマンシェパードはいつもいい子なので、あなたを失望させることはありません。飼い主が弱っている時、犬は静かに飼い主のそばに寄り添い、温かな目と優しい触れ合いで安らぎの時間を与えてくれました。できることがあれば馬を育ててみてください。思いもしない状況で馬があなたの救世主となります。
馬は人間の感情を読み取る能力があるとどこかで聞いたことがあります。なので彼女を抱きしめました。剣士の危険を察知すると子猫はすぐに行動しました。蛇は生涯にわたる教訓を学んだと思います。家に帰る途中、この運転手は道端で小さな犬が吠えているのに気づきました。何か言いたそうな雰囲気でした。赤ちゃんがいました。この犬は助けが来るのをずっと待っていました。お腹が空いてダチョウは怒りました。幸いカンガルーがすぐに止めに入りました。男性が海に飛び込むとすぐに難題に直面しました。サメが注目していました。冷静でいようとするとイルカが救世主として現れ追い払ってくれました。長旅の後、家に帰ることが誰もが楽しみにしていますね。ロイター通信によると、母猫が子猫を追い込んでいた犬たちを追い払いました。トルコのアダナにある市場でのこの英雄的な瞬間は監視カメラに捉えられていました。このハスキーはキッチンの配管から水が漏れる音で目が覚めました。飼い主を起こすまでの様子が素晴らしいです。子供のシマウマはライオンの鋭い爪から逃れられませんでした。心配しないでください。お母さんが命をかけて子供を守りました。この勇敢なヤギは武器なしで狡猾なキツネからアヒルを守りました。猛進入してきた者は退去しなければなりません。
道路の真ん中に落ちているバッグを発見したこの犬は非常に賢い行動を取りました。Good job. 飼い主が戻ってくるまでカバンを守りたかっただけでした。動物の自然災害への察知能力は非常に正確です。激しく吠えた後ほんの数秒後に自然災害が発生しました。幸い女性は無事に家の中に入れました。ピンチの時に小さな犬がストリートヒーローのように現れ、少女は助かりました。ドアを開けて外に出るとすぐに男性は急いで家の中に入りました。しかしピットブルは恐れることなくクマを止めようと前に出ました。犬によって飼い主を守る方法がそれぞれ違います。この少年が勝手に門を開けるのを見ると、茶色い犬はすぐに家に入って飼い主に知らせました。泥棒の当初の計画はうまくいき、何事もなく門は開けられました。でもおまわりさんのようなボクサー犬がどこからともなく現れました。時にはペットは忠実なベビーシーターにもなります。キッチンで起こり得る全ての危険を防いでくれます。女の子がトラブルに巻き込まれていると誤解したので、猫は迷わず犯人を追いかけました。この象はこの女性をまるで子供かのように扱っています。彼らの間に愛情と信頼があるのがよくわかります。猫にとって最大の敵は犬です。しかし困難な状況では救世主となることもあります。どう猛で攻撃的であるというクズリが雪の中に埋もれた人間を親切にも助けることに驚くでしょう。Good boy! You saved me! You saved me! Pull me up! There we go!
強い。犬以外もチンパンジーも人間の親友です。とても友好的で私たちを喜んで助けてくれます。滑りやすい坂道を登るために2頭の馬が10トンのトラックを引っ張っています。通勤途中に男性は悪意のある見知らぬ男に遭遇しました。この事件は近くにいた地域のガードマンの目に留まりました。自信満々で家に侵入してあえて門番とも交渉しました。しかし残念なことに犬は思ったよりも忠実でした。信じられないかもしれませんが、黒い犬が大きな犬にいじめられた時、正義のヒーローは猫でした。このラッコはプールの掃除を熱心に手伝ってくれるので、年間最優秀スタッフ賞をもらうのにふさわしいです。フードをかぶった男が、男性が現金が入った袋を持って出てきた瞬間、ひったくりました。しかし、家族の犬が彼を後悔させました。追いかけ回されてこの女の子は不安になりました。少女はスピードを上げて逃げ切ろうとしました。その時猫が行動を開始しました。動物たちは本当に素晴らしいですね。動物たちは人間の最も忠実な友達になりますので、いつも大切にしてください。このような瞬間をもっと見たいならコメント欄で教えてください。では次の動画をお楽しみに。